はい、じゃあ2日目をやります。昨日はね、滝川くんに強制的に帰らされてしまったんで、今日こそは訓練をしたい。で、お、サンドイッチ作りましょう。そりゃ滝川くんからもらったサンドイッチも食ってないから、多分危険なサンドイッチになってんな。まあいいや、あれはタダでもらったやつだからね。おう、なんだお前バスじゃねえのか。おはようだ。おはようございます。おはようございます。お前昨日遅刻してたろ。いや別に怒るわけじゃねえ、とろそうだからな。お前一つ教えといてやる。あ、発言力の説明ですね。お、重要ですよ。こいつが発言力だ。軍隊の中ではお金みたいなもんだ。今まで挙げた功績と言ってもいい。軍隊じゃ敵を撃墜したり仕事頑張ったりすると功績として認められて、その分発言力が上がる。発言力イコールそいつの偉さだ。おめえはこいつを、そう、お金のように貯めてたな。お金のように使うんだぞ。この発言力は功績を上げると溜まって、ちょこちょこ怪しげに動いてると下がる。まあ、陰でデートの誘いとかしてたら当事者でないやつからうさんくさく見えるわけだ。別に悪いことしてなくてもな。あと当然仕事に失敗したりすると下がる。発言力がゼロ以下になると事実上誰も言うことに耳を貸さなくなる。悪い噂が立ち最悪謹慎処分を食らう。いいか、発言力ゼロ以下にはするな、絶対だぞ。こいつは軍内でのお金のようなもんだから、消費することでサービスを受けることができる。新型装備とか部隊名変更とか出世とか、学生の自分には使うあてなんぞ なかろうが、まあ貯めといて悪くはない。あるとファンもつくし、みんながお前の意見を聞くしな。発言力は軍で使う金みたいなもんだ。いいな、お前とろそうだから、とろそうだからそれだけよく覚えとけ。たまにいるんだよ、せっかく活躍してもくだらねえところで反感買うお調子者が。それが発言力を浪費してるっていうんだ。せっせと発言力は貯めとけ。発言力さえあれば偉そうに見える。トロいやつはそうでないと苦労するぞ。それだけだ。朝は8時45分だ。遅れるなよ。これ結構重要ですよ。まあ発言力があると、まあ言われた通りね、装備を陳情したり出世をねしたりすることができるんだけど、それ以外にもね、友達になんかくれとかの提案するときもね、デート行こうとかの提案もするときも消費するんで、まあないと困る。おはようございます。よし。で、まあここでね、牛乳。こういうの飲んどくの日課にしようね。毎日ここで。このゲームの面白いところで NPC もね、買い物するんですよ。だからしっかりねこいつらを買わないで放っておくと買われちゃったりするんですよ。だから買えるときは買っておきましょう。まああんまりお金もないけどね。あれお金ってどんぐらいのスパンでもらえたんだっけな。週1とかにもらえるのかな。学生の時はお金もらえないかな。なんか軍属になってなるとちょっともらえるような気がするけど、そこら辺記憶曖昧だな。よし。ちょ、あんま時間ねえな。急ごう。おはよう。おはようございます。授業の前にちょっと話す必要がある。隣の女子戦車学校との話がついてな。明日から練習機とシミュレーターが使えるようになった。よって明日以降は実技演習に入る。
戦車兵が戦車乗らなきゃカッコつかないもんな。午後の授業で坂上先生の方から戦車について説明がある。ちゃんと聞いとけよ。さてと、それでは、気を取り直して授業すっか。今日の授業だが、能力値と技能についてだ。能力値ってのはおめえたちの能力、まあ通信棒みたいなもんだ。どれぐらい頭がいいとか運動が得意だとかな、まあおめえたちの個性というわけ。これら能力は100を基準とした実際の能力数値プラス A から E までの5段階評価とその上の S ランクで、全部で6段階からなる。S が一番強くて次に A、B、C と続いて E が最低だ。C くらいが戦車兵としての平均値だな。数値の方は100が15歳程度の男子の平均的な数値だと思ってくれ。500なら普通のやつの5倍はすごいってことだ。だいたい常人の5倍で S、 つまり超人か天才だ。1000を超えた人間はもう化け物と言ってもいいだろう。能力は一部の授業や訓練でこれを上げることができる。あとこれらの能力は体力と気力以外は毎日なまる、つまりちょっとずつ下がる。能力が下がらないようにトレーニングしろ。能力の種類は今から言うぞ。まず体力、こいつは体力だ。これが減ると倒れたり訓練できなくなる。また戦闘では急激な運動下での G 対応力を決める。まあ、要するに機体に振り回されず最善の攻撃防御をするためには体力がいるってわけ。次行くぞ。運動力、こいつは運動神経だ。戦車操縦時の命中や回避、攻撃の有効性を決める重大な能力値だ。知力、頭の良さだな。テストの成績やプログラムを作るとき、あるいは事務仕事などをするときに使う。魅力、性格プラス顔の良さだ。高いほど人気者になる。これが高すぎると終始人に話しかけられて非常に困ったことになる。まあ何か頼むときにはいいがな。気力、こいつは集中力と根気だ。こいつが下がったりなくなったりすると訓練や戦闘行動ができなくなる。気力の切れ目が戦闘の切れ目だ。敵からボコられないように普段から気力を鍛えるようにしとけよ。あとは士気だな。その人のやる気だ。他人がどう真面目に仕事したり戦闘中に活動的になるかはこの値で決まる。必要なのは体力、気力、運動力だ。お前たちは侍、戦車兵だからあんまり魅力や知力、つまり頭の良さはいらねえ。もう一度言うが、能力は一部の授業や訓練でこれを上げることができる。以上。あと能力以外のものも技能中のがあって、能力プラス技能でお前たちの個性は決まるんだが、いけねえ、もう時間が来ちまった。続きはまた今度だ。どうせ1回の説明だと覚えきれねえと思うから、忘れたら俺に話しかけろよ。あと三角ボタンでメニューを開いて、まあここはいいや。よし、授業終わり。楽しい飯の時間にすべってことで、まあざっと説明したものを本田先生が丁寧に説明し直してくれましたね。うん、あ、どうした？うん、そうだね。前の話は難しくて分かんないよ。よし。さて、それでは授業を始めましょうか。今日は予告した通り機体についての説明です。あなた方、戦車兵が乗る機体、その名をシコン号と言います。英語名をスピリット・オブ・サムライ、サムライの魂と言います。あなた方はこの巨大な人工筋肉に包まれたサムライの魂として、戦場に現れることになります。パイロットとしてね。走る速度は車以下、的の大きさでは戦車以上、使える武器の大きさは重力比でいかなる車両にも劣る。それがあなた方が乗る最強の兵器の能力です。先生、でもそれ弱いんじゃないですか。手を挙げようとすると、それよりも先に手を挙げたクラスメイトがいた。先生、それ変じゃないか。何がですか？だって弱いんだろ。
周りがちょっと騒いだ。いえ、強いですよ。教えたはずですよ。強いのは性能ではありません。戦術だと。例を話しましょう。我々人間はチンパンジーより握力が弱く、ライオンのように牙もなく、ヒョウよりも遅い。だが今地上で一番繁栄しているのは彼らではありません。我々人間です。それはなぜでしょうか。まあ性格が一番悪いからだとシャレにならない冗談もありますがね。さあ、わかる人はいませんか。はい、武器を使うからですか。60点です。ミブヤさん。武器を使うという戦術を含む数々の戦術を人間が使えたから人は強いのです。たとえ素手でも沼に引きずり込み、岩場に引きずり込み、奇襲し、そこにある石でトラップを作ったとしたら、たとえ相手がライオンでも幻獣でも勝てる。それが人間、あるいは侍という戦闘兵器の強さです。同じこと、全く同じこと。この四魂号が最強なのは、原型である人と同じように他を圧倒して多彩な戦術が使えるからです。本物の侍のように戦車を動いて射撃するしかできません。武器を捨てて接近しキックすることも、横にジャンプすることも、壁を登ることも、後ろに剣で攻撃することもできません。それだけです。いいですか。この人型戦車四魂号が強いかどうかは、この圧倒的な種類の戦術をどれだけ多彩に使いこなすかにあります。覚えておきなさい。あなた方侍は性能で戦うのではない、戦術で戦うのです。なるほどね。さて、午後の授業も終わったし、訓練しますか。あ、そうっす。坂上久臣新潟です。よろしく。教官と生徒という差はありますが、共に人類の勝利のため、我々の郷土のために戦いましょう。死ぬことを恐れてはいけません。戦争というものはどれだけ愛国者が死んだかで決まるのですよ。幻獣は死を恐れない、だから強い。それと戦う我々も強くならねばなりません。まあちょっとね、坂上先生わかんないとこあるから、まあそれはね、おいおい、2週目で、今はとりあえず1週目はね頑張りましょう。じゃあさあ、まず訓練したいんだよね。昨日全然できなかったから、滝川くんのせいでね。というわけで、まず、まあ何を見てもね、体力と気力をね訓練したいわけよ。どこ行けばいいんだっけ。グラウンド、こっちだったっけな。あ、ここじゃねえな。ここ運動力だな。やっべ、忘れた。こっち行くとし、こっちじゃねえな。あれどこだっけ。あれ本当に分かんなくなっちゃった。ここや、ここ。あ、校舎裏か。OK、ここでね、体力訓練できるんでね。でね、訓練の方法なんですけど、これ。このメーターが、これの時も出てくるんですよ。要は、人間の感情の時と同じやつね。これを、入力して、決定するんだけど、正直これもね、正解があるんですよ。どっかこれがピタリとハマると、大成功になるんですけど、ちょっと覚えてねえな、さすがに。まあこんな感じで大成功だともうちょい上がるっていう感じですね。
これをこれもね、だからこのサークルがね1個なら正直勘でなんとかなるんですけど、2個揃えなきゃいけないんでね。難しいんすよ。成功か。ダメだな。あ、お腹が空いた。ここでようやくサンドイッチを食べよう。あ、うん、だいぶ回復したね。よし、もうちょいやろうか。今日はもう体力だけ訓練していこうかな。正解を見つけられるといいんだけど、確かこうなんか科学的訓練の少しずつだったような気がするんだよな。とにかくね、今は体力がないと。体力と気力はその日ごとに下がったりしないっていうのは、まあさっき本田先生も言ってたんで、まあその通りなんですけどね。うん、まあもう、うん、焼きそばパン食べるか。もうちょいやりたい気もするな。焼きそばパンも安くねえからな。これで朝5時ぐらいまでは多分本当は訓練できるんだけど、まああのお2が一番近いか。おー、この辺にしてみようか。ね、そう、強制で帰らされちゃうんですよね。5時、4時だったかな、5時だったかな。まあ、そこまでやると、翌日に疲れが残っちゃうんでね、要は体力と気力が全回復しなくなる、寝ても。なんで、まあ、そこまではやんないっすね。うん。で、多分10時回ると、体力と気力が自然に10時だったかな9時だったかな。あ、今見てもらえば分かる通りね、ちょっと位置下がるんですよ、ちょっとずつ。なんで、あ、まあ、あんまりそんなにスピードで、そんなにね、速いスピードでは下がらないですけど、まあだから、まああと1回ぐらいかな。あ、もうでも体力 B 判定になってるね。いいね。3回目が一番いいのか。ちょっともう、まあ、今日はもう同じのやって。で、それ終わったら帰ろう。あの、体力ゼロになっちゃうとね、もう今度はぶっ倒れてしまうんでね。うん、よし、もういいや、限界だ、帰ろう。限界ってこともないけど、こんな感じで、あのキャラをねパワーアップさせていって、いつね、幻獣が襲ってきても大丈夫なように備えておくとね。まあまだ多分この1周目で、1周目は多分特定のイベントまでは戦闘ないはずなんだよな。まあそもそもまだ戦車の乗り方もこいつら分かってないわけだからね。
はい、ということで2日目終わりですね。じゃあ今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。